ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、タリアトーレというねイタリアメイドのサマージャケットを紹介させていただきます。定価で購入すると結構なお値段がするものなのですが、まあ、大体約3年前くらいでしょうか、定価からはね信じられないほどのお買い得なお値段で中古品でね購入いたしました。ちょうど少し暖かくなってきたかなっていうこの時期くらいから、まあ、スタンバイを始めるこのサマージャケットなんですが、とにかく薄くてとにかくめちゃんこ軽いんですよ。でもそれだけじゃなくって、テーラー屋の意地とプライドはそのままで妥協がね一切ありません。そんなタリアトーレのシアサッカージャケットを約3年間着てみて、買ってよかったなと思うことなどをねお話しできたらいいなと思っております。それでは最後までよろしくお願いいたします。まずはこの生地がね素敵なんです。そう、シアサッカー生地、暑い時期に清涼感をね感じさせてくれるこのシアサッカー生地が、これがねほんといいんですよ。またね肌触りがとんでもなく良かったりしてね、もうね最高レベルです。着た瞬間はサラッとしていてね、少しね気持ちひんやりした肌触りで、そしてねベタベタ感もなくって、これからの時期にぴったりではないでしょうか。また素材そのものが持ち合わせている伸縮性の助けもあって、着心地もね抜群なんですよ。シアサッカー特有のボコボコ感はいい意味でねシワも気になりにくく、雑に着っぱなしでもできるジャケットとなっています。普段着にもそうですが、出張やね旅行などにもねきっと活躍すると思います。そしてこの薄さにはね驚きを隠せません。想像をはるかに超える薄さで、シャツの薄さをね優に超えていて、なんなら T シャツの薄さをね超えてしまっていると言ってもね過言ではありません。そしてねまあ軽い、大げさに言いますがもう着てるか着てないかわからないくらい軽いんですよ。軽さだけで言えばパタゴニアやノースフェイスなどのアウトドアブランドから発売されているポケッタブルできる軽量アウターとね遜色ないレベルだと思います。シャツ代わりに着られる本格的なジャケットではないでしょうか。細かいデザインにも注目です。ポケットは薄い生地の特徴を生かした段差を感じさせないデザインで、ほぼねフラットなんですよ。薄い生地がゆえにできることなので、思う存分このしたたかなデザインをね楽しむことができます。そしてですよ、いくら薄い軽いライトなサマージャケットとは言ってもタリアトーレのね高品質さはね変わりません。サイドの立体的なフォルムや芸術的な裁断技術はねこのジャケットでも健在で、もう着るだけでね幸せになれます。軽いのに着ている感がないのにもかかわらずちゃんと着ているっていうのがね体のコア部分で感じることができるんですよ。となると通常のテーラードジャケットとかもうどんなレベルなんでしょうか。想像をはるかに超えてしまうんだろうなぁとね考えてしまうのは僕だけでしょうか。でそのサイズ感ですが、サイズ表記がね見当たらないんですよ。というのも、まあ、店頭で試着してみて、なんじゃこのフィット感はと思ってね感動して購入したので、サイズの表記をね見てなかったんですよね。で改めて探すも見当たらないんですよ。参考になりませんよね、申し訳ないです、すいません。はい、ということで本日は約3年前くらいに中古品で購入したタリアトーレのシアサッカー生地のサマージャケットを紹介させていただきました。いつもの自分を少しだけジェントルマン的な装いができるので、こういったジャケットを1枚持っておいてもね損はしないと思います。記念日とかにさらっと羽織れたら大人の男としてねかっこいいと思います。ぜひ参考にしてみてください。以上となります。本日は最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録やコメント評価など気軽にしていってください。それではまた次の動画で、さようなら。